クチュ市は中華人民共和国チベット自治区を構成する地球市の一つ。自治区の北部統計84度55分から95度5分、北緯29度55分から36度30分の間に位置する。ナクは黒いという意味の形容詞、中は川を意味し、その名の通り黒い川を意味するナク川が地区内を投流している。西部は山体高原の東部を占める。 中国名は、チベット名の漢字転写。俗に、万里京包と呼ばれる。日本語の書籍、地図では、ナチュや、ナッチュといった表記が見られることがある。一四かつく、十県を管轄する。チャンチキャップ黒川弁事所チベット地方、ナクチュセンクチベット自治区、ナクチュ地区ナクチュ市チベット自治区の北部に位置する。南は、チャムド市、ニンティ市、ラサ市と、西は、ガリ地区、 東は、四川省関税チベット族自治州、北は、青海省玉自治ベット族自治州、新疆ウイグル自治区と接する。1950年代から地質学者と考古学者は、倉北高原に多くの打性石器が見られることを発見した。その形状と製造工程は、遊牧文化の特性を示しており今から1から5万年前の旧石器時代中期から末期のものである。 ナクチュ地区で最古の記録に残る政権は、増有政権であり、漢文の資料で羊道と称されるものである。チベット語の史跡ではこの地区は、タクタイと呼ばれていて、遊牧部落を意味する。この地域の住民は遊牧民を意味する、タクトモエ、または北の人を意味する、京トモエ、または北の部落を意味する、京ビと呼ばれていた。増有の最盛期、この地はうち、 外、中三部へ分けられた。今のナクチュ地区は大部分が中造優と外造優にあたる。中造優の中心、東尺慶州は現在ナクチュ地区西南の隅にある、東尺要作の古範囲一帯にあたる。造優の衰退後、西の地域は縮小する。七世紀前後、地区の東部地域は、祖父部落に帰属した。その後、土番部落が力を増し、 尊前元歩の時代に全地ベットを統一し強大なトバン王朝を打ち立てた。倉北もまたその統治下となった。この時、トバンは四代と六十一刀体へ分かれ、元ソヒブ部落の土地には孫派女が設けられ、合計十一刀体を管轄した。トバンから西域と川、高校、貧地区への拡張の基地として、この一帯は特別重要で、軍用職の馬を数えて、 その中へ半分を出すと言われた。総長は管理を青海から札角下の主要な液道へ派遣して液炭を設置した。その内前倉に設置した液炭が7カ所、液道は今のなくちゅ地区のダチェン、即、ディル、ナくチを呼びダムシュンの角剣一帯を通った。そしてモンゴル軍の菓子館をチベット北部へ駐屯させ、文宗クテムルの弟が統治する。 ホル39族モンゴル人勢力が形成された。愚子藩によるチベット征服の際、ホル王は愚子藩に降伏し、愚子藩一族への功能と引き換えに所要を安堵された。妖精の青海出兵とそれに伴う妖精のチベット分割により、チベット高原の中央部が丹な山脈を境界として南北に分割された際、ホル王とその属下はチベットに帰属することとなった。 ラサの岩田ポタンへの帰属を経て、ラサの中倉大臣の属下に入った。1725年、清政府は、大見弁事大臣を設け、第12代、角地大赤、柿地金総監39族、直属離藩院エビス上エモンのを委任した。1728年、清の朝廷は、ラサに中倉大臣弁事エモンのを設けた。1731年、 製造の誓いを決定し、東高羅三百南北両六の諸部落は、中倉大臣と大見弁治大臣の管轄へ、分属した。三十九族は、中倉大臣の直属となり、同年心は、各部古行を調査した。そして中倉大臣へもんのを派遣した。光三十三年までに、八代の、各次王が、新政府の作法体制下で功労を称えた苦弱の、羽を受けている。 1751年、清志王朝はギルメナムギエル事件に派兵し収集した。その事件後、13条を決め、チベット地方の行政体制に重大な改革を進めた。ナクチュの地理地と、そのチベットの乱を収める中での重要な戦略地位から、清志王朝はナクチュへ、関納州を混流し、岩田ポタンの直接統治とした。関納州は、ラマゾーと、 農作部落の町から共同で、政教一致の統治権を行使した。な中にはまた一部には、バンチェンラマの管轄地域もあった。侵害革命、岩田ポタンは、各時期を廃止して、倉北へ、皇局北組、すなわち那極総監交渉を設置した。これは、倉北巻区とラサイ北の14州を管轄した。1959年の廃止まで、那極総監は5代。 シナカンは4代を経、拡大を一層一族で担当した。1950年10月、チャムド地区とナクチュ地区東部がまず解放され、次の年の3月、チャムド地区人民解放委員会が成立を宣言。ガンデンポタンの公共区域、匠のニエンロン州、即州、ダチェン州、ディル州、ラリ州、セキト徳州、シェンツァ州、テイアオ州がこの委員会第1弁事所に属した。 この後、各州の人民解放委員会が相次いで成立。与同時にナクチュの中部と西部地区は未だにガシャの公局機、匠の管理だった。チベット和平解放の17条が締結された後、18、軍独立主体の主力2004人が1952年3月にバンチェンラマをクキ北を通して後ク倉護葬し、ナクチュはバンチェンラマの領地へ帰属した。 1953年1月、中国共産党チベット工作委員会、黒川文工委が成立。1956年10月9日、チベット自治区光備委員会は、黒川はじめた組弁事所を設立。1959年の民主改革後、チベット自治区光備委員会は倉北の行政区画を大きく調整し、 黒川はじめた組弁事所は9県を管轄することとなった。1959年10月、光カ内委員会は各地の元馬弁事所の廃止を決定、行政交渉を設立。その次の年の2月、黒川繊員行政交渉が成立。1965年に那極交渉へ改名。1985年国務院の批准により二馬県が成立。 2006年現在、ナクチ地区は10県1区の行政体制となっている。2006年には製造鉄道が開業する。この地区には232種の鉱物が認められており、その中には金、銀、クロム、鉛、亜鉛、食塩、リチウム、メノオ、水晶、放火、マグネシウム、石油、玉石などの存在が確認されている。埋蔵量が豊富なのは金。 鉛、亜鉛、食塩、放射、玉石など十数種、クロムやアンチモンなどは、質も量も中国一で、その上、地熱、銅、鉄、放素、マグネサイトも多く、リチウムも期待されている。1959年の民主改革以前は、なくち地区には、少数の手工業職人しかおらず、近代工業からは、ほど遠い原始的な状態だった。ほとんどの商人は、 夏の競馬会の期間、家畜に日用雑貨を乗せて草原で交易した。交易はほとんど物々交換によるもので、各々の家畜製品と薬草などの特産品を取り替えた。民主改革から40年ナクチュは現代的な工業体系を作り上げており、地区全体の45の国有企業のうち12社が、工業16社が、商業13社が食品。 そして貿易、運輸販売、建築、観光が一社ずつである。国有企業は主になく知賃が中心で、サービス業と軽工業に重点が置かれており、最高発電、機械の修理販売、建築、跳躍、ろうそくの生産などが主な対象。民族工芸品は主に敷物、民族服装、靴、帽子、家具、刀、銀製品、 同製品など40種類以上、国家級、自粛級の輸出産品の称号を得ている。絨毯、薬はチベットだけでなく国内外の市場へ出回って、消費者の歓迎を深く受けている。チベットの伝統的な地方区分、ありがとうございます。